ベネディクト・ティモシー・カールトン・カン・バーバッチは、イギリスの俳優。イングランド・ロンドン・ハマースミス出身。俳優のティモシー・カールトンとワンダ・ベンサムの間に、生まれた。父方の祖父である、ヘンリー・カールトン・カン・バーバッチは、第一次世界大戦と第二次世界大戦に従軍して、多くの勲章を授けられた、海軍軍人であり、ロンドンの社交界でよく知られた人物であった。その父で、 父方の曽祖,祖父にあたるヘンリー・アーノルド・カン・バーバッチは、ビクトリア朝の外交官であり、中、スミルな総領事を務めた。また、レスター大学の研究により、15世紀のイングランド王、リチャード3世の血縁であることが判明しているが、ドラマ、ホロー・クラウン、嘆きの王冠では、このリチャード3世役を演じている。レスターの駐車場で発見された。 リチャード3世の遺骨が2015年3月に同志の大聖堂に埋葬された際、カンバー・バッチはリチャード王に捧げる詩を朗読した。ウェスト・サセックスのブランブル大公で学び、名門パブリックスクールであるハーロー公に進んでから演劇を始める。大学入学前のギャップイヤーにチベットの総員で英語を教え、マンチェスター大学で演劇を学び、 同大学を卒業後もロンドン音楽芸術学院で引き続き演劇を学んだ。2001年からオープンウェアシアター、アルメーダシアター、王朝劇場、英国立劇場などの古典舞台で重要な役を演じた。2005年にアルメーダシアターやウェストエンドのデューク・オブ・ヨークスシアターで演じたヘッダ・ガブラーのテスマン役ではローレンス・オリビエ少女演部門にノミネートされた。 2010年から2011年にかけて、共にダニー・ボイル演出のザ・チルドレン・エス・モナ・ラックスとフランケンスタインに出演した。フランケンスタインで共演のジョニー・リー・ミラーと共に2012年度のローレンス・オリビエ賞主演団優勝受賞を果たした。フランケンスタインで共演したカンバー・バッチとジョニー・リー・ミラー2004年 BBC ホーキングで若き日のスティーブン・ホーキングを演じて、 モンテカルロテレビ祭の主演団優勝を受賞。2006年、18世紀後半のイギリス帝国で、奴隷貿易の廃止に努めたウィリアム・ウィルバーフォースの電気映画、アメージング,グ・フレースで、ウィルバーフォースの親友で若くして首相になった、ウィリアム・ピットを演じた。この役で、ロンドン映画批評家協会賞助演団優勝に、ノミネートされた。償い、ブーリン家の姉妹などに出演し、 2009年には、チャールズ・ダーウィンの電気映画、クリエーションで、ダーウィンの友人ジョセフ・ダルトン・フッカーを演じた。2010年、BBC、シャーロックで、シャーロック・ホームズを演じ、英国アカデミーテレビ賞主演団優勝に、ノミネートされた。2011年には、スティーブン・スピルバーグ監督の、戦火の馬に出演。シャーロックを視聴して、起用を決めたというスピルバーグからも演技を絶賛され、 彼はまるでフェラーリのようだ。演技力のある俳優は異なる物語、映画、撮影手法の要求に合わせられるんだと評された。ジョン・ルカレ原作で、トーマス・アルフレッドソン監督の、裏切りのサーカスでは、ケイリー・オールドマン、コリン・ファース、トム・ハーディラと共演している。2012年公開の、ホビット思いがけない冒険では、リュウのスマウグと死人使いのモーションキャプチャーを務め、声も当てた。 映画、スター・トレック・イント・ダークネスでは、カーンの二演シーンを演じ、正規の悪役として、世界中から絶賛されたが、ホワイトウォッシングと批判もされた。同作品のロンドンワールドプレミアでは、英国の資本と紹介された。また、キャンペーンで2度の来日を果たした際には、1000人を超えるファンが空港に集まった。同作のオーディションは iPhone を介して行われ、 監督の JJ エイブラムスに彼を推薦したのはスピルバーグだったという。2013年公開の映画、フィフスエステート、世界から狙われた男では、ウィキリークスの創始者、ジュリアン・アサンジを演じた。しかし、映画の評判は、今一つで、興行収入も振るわなかった。同年10月には、イギリスのサイト、エンパイア、オンラインにて行われた。 世界で最もセクシーな映画スターにて1位に選ばれた。2014年、米、タイム氏が選ぶ、2014年俳優による演技トップ10で、イミテーションゲーム、エニグマと、天才数学者の秘密が第1位に選ばれた。2015年、A、G 級指導者が選ぶ男性ベストドレッサー賞で、第2位。大英帝国勲章、コマンダーを授与された。2018年5月、 ハリウッドの男女賃金格差問題に関し、これからは女性共演者にも平等な出演料が支払われる作品にのみに出演する考えであることを明らかにした。2014年11月5日の A タイムズ誌にて女優、舞台演出家のソフィー・ハンターと婚約を発表。タイムズ誌の掲長欄に掲載するというイギリスの伝統的な告知方法での発表だった。2015年6月、 1> 第1種となる男児が誕生。2017年3月、第2種となる男児が誕生。2011年4月、フランケンシュタインのリハーサル中。ありがとうございます。